浄化開始。ここか。お前、リュリーティスの。わかった。一緒にリュリーティスを助けに行くか。これ、よりしろじゃないか。よりしろは妖魔の慈しみ。アクチュアライズすれば、新しい妖魔を仲間にすることができる。久しぶりにやってみるかな。わ？なんだよ。ライスリバイブ？わかったよ。じゃあ、後にしよう。お前も何か見つけたのか？これは、指輪か。歪んでる。誰かの落とし物かな？飲み込むんじゃない！何の指輪か知らないけど、飲んじゃダメだろ。どうすんだよ、もう。Thank you.
貫く。はっ、正解。落ちろ。はっ、はっ、はっ、ふっ。こんなところに、なんで扉があるんだ？電話？はい、もしもし。ホテルエンデの支配人でございます。アーナス様でいらっしゃいますね。支配人？どうしたの？胸騒ぎがしまして、一旦ホテルにお戻りになられた方がよろしいかと。戻るタイミングは自分で決める。それより、この電話は何？なんでこんな場所にあるんだよ。隣には変な扉もあるし、支配に何か知ってるんじゃないの？ああ、すみません。ちょっと電話が遠く。わざとだろ。今の絶対わざとだろ。次から次へと。 We love you this fan princess and fun。 な、こら、勝手に行くな。ここ、ホテルか？お帰りなさいませ、お嬢様。ただいま。戻るつもりはなかったんだけどね。それより、このエレベーターって一体何なの？あんな場所とつながってるなんてどう考えてもおかしいだろう。こちらの建物は元は猿妖魔の君の隠れ家だったという噂です。何が起きても不思議ではありません。妖魔の、そうだったのか。お嬢様なら
そのエレベーターで望む時に望む場所へ行けるかもしれません。もちろん何か条件はあるでしょうけれど。望む時に望む場所へね。ベルマ、そうだった。せっかくホテルに戻ってきたんだし、アクチュアライズしてから行こうか。このよりしろでいいの？アクチュアライズ完了。この名前。これからよろしく頼むよ。キュ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 。ベルマ、バウルベル。何？疲れたから無に返されたいって？いい？ベルマ、フェイスナイ。そうか、ならいいけど。
Shall Bowsery Esfole?
浄化開始。
なかやるね。ハッテイク、ハッテイク、ハッテイク、ここまで。浄化開始。なかなかと。すべての邪妖は私が滅ぼす。ハッテイタ、落ちろ。ハッテイタ、まだまだ。ハッテイタ、飛べ。なかなかやるね。ハッテイタ、落ちろ。ハッテイタ、落ちろ。ハッテイタ、飛べ。まだまだ。油断した。フッテイタ、ホッハッテイ、ハッバンテイ、ハッエルセイ、フッハッフッウスト2個、狩りの時間だ。
狩りの時間だ。一緒に行こう。召喚。
まだ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 落ちろ一戦ハッペイハッ落ちろ全ての邪妖は私が滅ぼすハッハッハッフッハッフッThank you.
浄化。おいで、カルム、おいで。キュンキュンキュン。もっとやれるはず。なかなかやるね。生きた。もちろんさ、リュリーティスは返してもらう。落ちろ！
どこだここ。夜の君、暗き夜とあまねく妖魔を滑る者。あんたが、あの、冗談だろ。夜の君は大昔に聖女が倒したはずだ。冗談かどうか試してみるか。さあ、その剣を取れ。蛇妖狩りをなりわいとするお前の力、我に見せてみよ。その紫の血。そうか、お前はすでに我の血に触れたのだな。人の赤と妖魔の青の混ざり物、お前は半妖か。だから半妖だろうが何だろうが、私は私だ。なるほど、口だけではないようだ。よかろう、我が相手だ。見事な力だ。あの時を思い出す。聖女もこうして我を止めたのだ。我が血は雨となり、地に降り注ぎ、あまたの蛇妖とお前のような半妖を生んだ。体が。覚えておくがいい、半妖の少女よ。この世のいずこも夜の訪れを拒むことはできぬ。この世の誰も眠りを免れることはできぬ。たとえいつになろうとも、どのような姿になろうとも。夜は決して消えることはない。それはどうかな。よくはわからないけど、お前を倒すのには十分そうだ。行くぞ。飛び立つ。
デモンフォーム、ケチラ。死ぬかと思った。アーネス、大丈夫？大丈夫だよ。リュリーティスこそ無事でよかった。もう夜も深まってきたし、急いでホテルに戻ろう。さっき一度行ったんだけど、スイートルームだったんだ。きっとゆっくり休めるよ。ええ。またか。何かしら。私が出てみるわ。お願い。多分ホテルの支配人からだ。この時、私はまだ知らなかった。この時、私が出ていればと、ずっと後悔し続けることになること。この時が、リュリーティスを止める最後のチャンスだったということ。リュリーティス、大丈夫？何のこと？あの電話の後から明らかに様子がおかしい。一体何を言われたんだ？何でもないわ。何もないわけないだろ。一体何が？本当に何もないの！放っておいて！大事な友達が苦しそうにしてるのに、放ってなんか置けないよ。アーナス。わかったわ。アーナスは、聖女って知ってる？うん。
その昔、その身を捧げて夜の君を倒した人だよね。ええ、そしてそれ以後10年おきに常しえの夜を封印し続けるために、その末裔司祭の中から聖女が選ばれてるの。リュリーディス、まさか。ええ、私選ばれちゃったみたい。そんな、なんで。私の力は初代聖女に匹敵するかもしれないんですって。もしかしたら夜を永久に封じることができるかもしれないそうよ。そんな、君が。教皇庁からは明日中に引き受けるかどうか連絡するように言われているわ。だったらすぐに断るんだ。あいつらに従ったら何をやらされるか分かったもんじゃない。 いえ、私引き受けるわ。リュリュ、なんで。私この世界を守りたいの。そのための力になれるのなら、それなら。ごめんなさい、アーネス。これからは本格的に守ってもらう必要があるみたい。その時が来るまでよろしくね。リュリュ、詳しくはまた追って連絡が入ると思うわ。さ、もうすぐ夜が明けるわ。その前に浄化しちゃいましょう。うん。リュリーティス、聖女になる。世界を救うために。だけど私は、世界とリュリーティス、どっちを選べばいいんだ。親愛なる我がシスターへ、新たな指令をお前に伝える。聖なる地、青き祭壇を探し出し、聖女リュリーティスを生贄として捧げよ。念のため忠告しておくが、聖女を救おうなどとは決して思うな。今もなお夜の君の封印は解けつつある。その証拠に、ほどなくお前の頭上にあるもう一つの月、ミラダが満ちるだろう。ミラダが満月を迎えるとき、それは世界が常しえの夜に包まれるときだ。そうなれば人々は二度と目覚めぬだろう。世界を救うためには、青き祭壇に聖女を生贄として捧げ、夜を再び封じるほかにない。世界と一人の少女の命、いくらお前でもどちらが大事かはわかるだろう。お前が賢い決断をすることを祈っているぞ。妹思いのブラザーより。おはようございます、アーネス様。アーネス様。サイモンさんに頼んで働かせてもらってるの。聖女様に働いていただくのは気が引けるのですが、どうしてもと頼まれまして。だっていつ聖女のお仕事が来るかわからないんですもの。ぼーっと待ってるのもつまらないじゃない。